もう一人じゃあステージ見ましょう。ロッキーさん。
ございました。あの最後ですね、ブルースランカーとしてやらせていただきたいのはこんなことでございます。最後、そうですね、もう時間もね、時間なんで、最後の曲が、イーグルスというですね、歌詞を歌っていただきたいと思います。みんな、エミに集まっている人たちは非常に個性的な人たちばかりで、だけどまあみんなどっかこういろいろ欠けていたりとか難しいものを持っていたりとか、うまくいかないことがあったりとか、まあみんな同じだと思うんですよね。そういうちょっと外れた人たちがなんとなく集まってみんなで楽しく、音楽というそのなんか共通項を通じて、場を作っている、そんなところだと思います。まあ今日本当ねこんな立派な会場でみんなでライブができて本当に楽しいですけれども、これがまた何回も続くといいと思ってますし、何より本当今日ねこの場を作ってくれたまずは椎名さんに大きな拍手を。それから何よりもですね、何よりもやっぱり今日この場を作ってみんなの中心になってくれている茂さんと栗子さんに大きな拍手を。はい、次はそういうですね、まあ、鳴らす者たちの集まっている、飲み屋エミに、一曲、鳴らす者という曲を、デストラードという曲を、やりたいと思います。Rainbow above.